はい、こんにちは、田原です、えー。今回はですね、セミナーに来ていただいた方にメモを取らせちゃいけないっていうですね、えー、ちょっとそういうタイゾルにさせていただいたんですけど、まあ、これはですね、えーまあ、結果的に言うとですね、メモは取っていただいても構わないです。えー、ここでですね、言いたいことというのは、えー、メモを取っていただくのは全然いいんですけど、セミナーに来た後や体験会や勉強会などでですね、まあ、来ていただいた方、メモタクはたくさん取っていただくと思うんですが、 実はメモを取っていただいてその後に見る人の数というのはどのくらいなのかというとですねこれは14%というふうなですね実はこれ統計が出てますなので頑張ってメモを取っていただいたりとか一言一句ですね取っていただく方というものも結構いらっしゃると思うんですけどほとんどの人が見ない ということなんで、これをですね、一つ前提に置いていただきたいなと思います。なので、ぜひともですね、えー、皆さんがセミナーや勉強会などをやっていくときに、えー、これをですね、伝えてください。メモを一言一句取る必要ないですよと。取るのであれば、ポイントとなるところだけ取ってください。 でも極論を言うと取らなくてもいいですな,なので、えー、その取っても見,るあの見返すっていうものが、えー、すごく人が少ないのでぜひともこのセミナーの中で、えー、覚えたりとかそして、えー、自分のものにして帰ってくださいということをですねぜひお伝えくださいじゃあどういうふうにするのかということなんですけどすごくですねこれいい方法がありますそれは何なのかというとこれですね リピートアフタミー、リピートアフタミー戦略というふうにですね、僕は勝手に言いましたけど、まあ、あの、英語とかですね、えー、中学の英語とか、えー、高校の英語みたいな感じでですね、えー、はい、じゃあ先生が今から言うので、えー、続けて言ってください、リピートアフタミーみたいな感じでですね、あると思うんですけど、そういうふうにですね、えー、じゃあここが大切です。じゃあ今大切、例えば、えー、Facebook やブログで大切なこと、一番大切なことは、 共感していただくことです。じゃあ今私何が大切と言いましたじゃあ言ってみてくださいせーの共感みたいな感じでですねそういったふうにですね口に出してもらう口に出す言葉にして自分の声にしていくっていうことをですね是非ともこのです、ね、セミナーの中のワークにですね入れていただきたいと思います 実際にはこうずっとですね、えー、僕もこれですね、えー、リピートアフターミーをですね、ばっかりですね、僕もさせられたことがですね、えー、セミナーに行ってあるんですけど、最初はさせられてるっていうふうに思ったとしても、後からですね、覚えてるんですよね。人の記憶っていうのはやっぱり書いてるだけだったらやっぱ覚えないです。書いてるよりも自分が体験や経験、こういったものをすることによって人は記憶の中に刻み込まれます。 なので、こういったふうに口に出してもらう。単純に大切なところだけを口に出してもらうだけではなくて、例えばあなたがセミナーや勉強などいろいろと話をした中で、その中で、はい、じゃあ今まで例えば10分、15分今話させていただいた中で何がポイントだったかというものをぜひとも来ていただいている2、3人の方でですね、チームを組んでいただいてシェアをしてください。シェアですね。僕がですね、よくとってるのは1分間シェア。 1>, 1分間シェアっていうものを取って話してもらってます実はですねそういう時に、えー、やっぱり口に出してもらうっていうことでここが大切だったあここ聞き漏らしてたとかあこういう視点がこの人やっぱあるんだっていう風に結構みんな気づいたりすることがありますのですごく大切になりますでこの中でですね1分間のシェアしていただいている時に自分もその話聞いてみたりとかですね あとは、えー、そういう時に講師側としてもですね、次の準備が取れるというものがですね、やっぱりいいことなんですよ。そして、あ、えー、あ、今すごく慌てて喋りすぎたなとか、えー、ちょっとわかりづらかったなとか、そういっうた風にですね、話してる側の時に気づくことってあると思うんですよ。そうするために、話して側も調整する時間が取れるということにもなりますので、ぜひともですね、1分間シェアのでですね、えー、入れていただければなという風に思います。 もともとこのセミナーに来ていただく方ってことはすごくですねただセミナーに来てるってことは他のセミナーにも行ったりとかしてることがあると思いますので、えー、記憶を残していくっていう中でもただ単純にメモを取っていただくだけではなくてやっぱり体験や体感 をしてもらって、自分の脳みそ、脳みそに記憶を刻み込んでもらうっていうことが大切になっていきますので、ぜひともですね、こういったリピートアフターミンー戦略っていうものをですね、ぜひとも使っていただければなというふうに思います。今回のですね、動画としては、どういうふうにですね、まあ、メモを取ってもらうだけではなくて、どういうふうに記憶に刻み込んであなたのことがいいかっていうものをですね、えー、やっていく方法をお伝えさせていただきました。 えー、いかがでしたでしょうかえー、今回のですね、内容で、えー、僕のですね、YouTube チャンネル登録していただいてない方はですね、まだ登録、えー、受け付けてますので、登録してください。えー、そしてですね、えー、メールマガの方も今、えー、順次受け付けておりますので、メールマガもですね、無料で、そして、特典がですね、5つくらい、えー、もらえますので、ぜひともですね、え、登録をしておいていただければな、というふうに思います。ということで、今回は以上となります。どうもありがとうございました。